はい、みなさんこんにちは。りなです。だかです。ヘッティブログです。今日はちょっとパパと一緒にビールを買いに行きたいと思います。エアディンという町に行ってビールを買いに行きます。エアディンはちなみにビールが有名です。ということでドイツの酒屋さんがどんな感じか、多分ビールの種類めちゃくちゃいっぱいあると思うけど、ぜひね皆さんに紹介したいなと思って行きましょう。なんか後ろに乗って。うん、広いよ。ということでパパの運転で行きます、うん、ちなみにさっきパパはビールを飲んでましたけど大丈夫ですか？大丈夫です。ドイツは1杯2杯ぐらいは全く問題ないよ。すごいですね。日本だったら一発アウトですよ。免許取り消しですよ。 Wie viel darf man in Deutschland trinken und Auto fahren? 0,5 Promille. 0,5 Das sind ungefähr 1,5 oder maximal 2. 1 Liter. え、1リットルぐらいまで大丈夫？ Normales leichtes Bier. すごいね。じゃあ日本のビールだったら1リットルぐらい、つまり。あ、それぐらい。ここはエアディンに着きましたか？まだまだだよ。あまりエアディンじゃないの？いろんな村を通るよ。あ、そういうこと？うん。ここ踏切ですよ、社長。Yes. 踏切は一時停止が必須ですよ。ドイツは違う。誰も今止まってなかったね。そうだよ。そういうルールはない。そこもドイツと日本の違いです。ない。ああ、ここだよ。ゲトレンケマーク。あっちにシュパーゲルだよ。あ、アスパラガス売ってた。ホワイトシュパーゲル。で、ここになんか結構古い建物に。本当だ、なんか倉庫みたいだね、昔の。そうだね。着きました、エアディン。リカーショップです。お酒屋さんです。だから、エアディンガーは絶対にたくさん売ってるよ。ああ、エアディンのブランド？エアディンガー？そうそうそう。あ、ここに書いてある。エアディンガー。あ、それそれ。それエアディンガー。このブランド。見ていきましょうか。おう、あ、涼しい。そういう感じなの。あ、本当に倉庫の中のお酒屋さんって感じだね。うん。いいじゃん。あ、コロナあるの？あ、本当だ、コロナ。あ、いくらか知りたい。ドイツでコロナかった。コロナが1本 1.5 ユーロ。え？日本とあんま変わんないね、値段だったら。え、そう。コロナ1本200円ぐらいだから。そんな安いの？わかんない、俺日本の酒屋さんも行かないからわかんないけど。だよね。This is a drink です。あ、お、美味しそうじゃん。6.9。名前はなんていうの？何だったっけ？アンチュンタカン、アンチュンミッシュ。あ、オッケー。ダンケ？アンチュンミッシュ。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 Da musst du auf YouTube das angucken vom Benzin, und du brüllst scheiße mit. Okay. Dann nehmen wir das auch mal mit. Ja, das den kenne ich jetzt noch nicht. Den kann ich auch mit. Name ist auch lustig. Brauerei in Berchtesgaden. Genau, wo die Bierpacke ist. Da stehen die Leute ja gern drauf bei dem Bier. Also, ich stehe ja eher auf die dunklen, malzigen Sachen. Dunkles? Ja. Aber ich probiere sonst auch alles aus. Dunkel habe ich von Schweigern Dunkles da. Ja, das kenne ich wahrscheinlich sogar. Und dann haben wir halt nur das Barockdunkel da vom Weltenburger. Ja, das sind, dann nehme ich auf jeden Fall aus mit König Ludwig Dunkel. Das kenne ich auch, ja.店員さんがね、いろいろおすすめしてくれてます。ドゥンケル。ドゥンケルっていうのは黒ビールですね。そう、今、ドゥンケルって言ったけど。ちなみに店員さん、絶対ビールパラだよね。ビール飲みすぎてお腹がポンポンだよね。絶対あれビールパラ。あれ、ガートラーは？ドゥンケルとガートラーはまた別に。ガートラーって何？何？ミックスビール。あ、そうなんだ。そう。それ飲んでみたいなと思って甘いから。まあ私は甘いのが好きだ。それにしてもすごいですよ、この量。後ろ全部これビールです。いや、全部これビールじゃないよ。こっちに嘘をついてる。こっちにワインあって、こっちビールじゃないの？いやいや、あの普通のソフトドリンクとかもあるのか。これ見て、これ普通のジュースだよ。ごめんなさい、嘘つきました。ジュースとかビールとかウイスキーとかもあるらしいです。いや、あれハムシンワイツンボックや、super。いや、ピカントセピア。店員さんがめちゃくちゃフレンドリーだね。あ、そうそう。
あ、これ、これ全部ビールだ。あ、エアディンガー、これエアディンガー町で作ってるエアディンガー。 Was wollt ihr sonst noch? Da hat man dunkles Weißbier hätte man... Nee, was wollt ihr sagen? Ja, dunkles Weißbier nehmen wir auch nicht. Erdinger oder was hättest du? Oder Franziskaner? Erdinger. Das ist ein Erdinger, aber noch mit Erdinger. Ja, wenn schon, dann aus der Region. Franziskaner nicht aus der Region ist. Nein, kommt aus München. Ja. Zu weit weg. Ja, aber ist Auslegungssache. Hier ist Weißbier, meine ich. Ja, これもドゥンクルのワイスビア欲しい。え、ドゥンクルはさ黒ビールじゃん。いや、でもバイスビアは白ビールじゃん。その間にあるよ。ドゥンクルのバイスビアってあんだ。あ、そうそう。でもこれ飲んだことあると思うよ、坂が。飲んだことあるかな。でも俺は本当のバイスビアが好きだな。あれもドゥンケルバイスビアも飲んだことないから飲んでみたい。でも問題はね、そんないっぱい買っても俺10日間しかないから飲み切れるから。Also, er macht sich Sorgen, dass du zu viel kaufst und erst nicht alles trinken kannst. Nein, ich trinke das ja auch. Alles okay. Ja, also, 飲み切れなければパパが後で飲むから安心して。ちなみにドイツ人と同じペースで日本人が飲んだらみんなアルコール中毒になります。いや、気をつけましょう。アルコール中毒だ。あ、ここはもうで、あの、あれだよ。あ、こっちからジュース。お水とジュース。あ、本当だ。じゃあちょっとコカコーラも。なんかドイツっぽいジュースとかあったら面白いけどね。ドイツっぽいジュースって何？なんかドイツが作ってるさ、ジュースってあんの？で、これ全部ドイツが作ってるジュース。ああ、フルーツジュースが多いんだね。あの、野菜ジュースとかナチュラルのリンゴジュースとか。ああ、ちなみにね、ドイツの 100% リンゴジュースとか、あの、アップルジュースめっちゃ美味しいです。あの、ビールより全然高いよ。本当だ、見て3ユーロぐらいするよ。3ユーロ超えてる。やっぱあの、そういうことだよ。よくさ、噂でさ、海外は水よりもビールのが安いって言うじゃん。それは本当だよね。ああ、ここにビール、え、ほら見て、ウォーターさ 1.2 ユーロとかでしょ。 1.4 ユーロでしょ。さっきビール 1. 何ユーロとか 0. 何ユーロとかもあったから、うん、そういうことだよ。やっぱり本場に来るとビールのが安いです、水より。めちゃめちゃ買ったよ。あとでこうテーブルに並んでちょっともう一回紹介しようか。そうだね。あー、パパがまたなんか見つけたよ。でもパパすごいよね、こんだけビールいっぱい飲んでるさ、全然ビールっぱらでもないしさ、痩せてるじゃん。いや、全然そんなに飲んでないよ、全く。そうなんだ。誰かが来たりお祝い事の時はいっぱい飲むけど、毎日は飲まないんだ。大丈夫、ポンポン入れてるけど大丈夫。全然今音出してもきゃ。まあでも1本安いもんね。 1.25 ユーロとかだからね。150円、200円しないからね。それはポンポン入れたくなるわね。そう、俺もドイツに住んだら絶対ビールいっぱい飲むもん。店員さんもハイテンションでいいね。楽しくなるわ、ビール買うのが。え、また買うの？これはあの 今だけある、うん、あの、あ、期間限定ビール。これトータルいくらになるでしょうか。ちなみに何本買ったんだろうね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 20本ぐらい買ってますね。こっちに入ってるよ。30本ぐらい買ってる。めちゃめちゃ買ってるよ。いくらになるでしょうか。40ユーロ、50ユーロ。いや、もっとするか。返すときにあの9円ずつ。あ、そうだ、ドイツって飲み終わった瓶を持ってくるとリファンドされてお金が返ってくるんだよね。うん、そうそう。まあだからいいよね。で、それをまたリユースして洗って使ってたよね。うん、そうそうそう。環境にいいっすよ。めっちゃ重たい。多分15キロぐらいあるかな。10キロぐらいかな。え、でも15本だったなら、うん、1個1キロぐらいある。うん、10キロぐらいある。どうかな。筋トレできるもん。出た、安い。40ユーロいかない、 39.09 ユーロ。めっちゃ安いよね。これが3袋あるんだよ。で、4000。これはドイツ人ビール飲むわ。重てぇ。めちゃめちゃ重たいですよ。買いすぎたね。重たいよ。なんか
タカがよこうめちゃ楽で持ってるけど重たいね。重たい、めちゃめちゃ重たいよ。電車が通りましたね。そうだよ。あれはマークトシュバーベンからミュンヘン行きですか。そうだよ。20分に1本が通るよ。あ、意外と多いね。多いの20分に1 本。この道は何キロ走っていいか。何キロ田舎道だと思う。50キロ何100キロだよ。マジでだってこまあまあ狭いよ、ね、ちょっとオーバーしても大丈夫だから110キロまでは OK。 危なっ。カーブが多いありえんね。日本でこう100キロで走るってありえない、ね、あ、いいよ。今から何本飲む。今から10本。ああ、よかった。10本飲んで明日病院、うん、なあ、なあ、中性アルコール中毒。大丈夫大丈夫。 5% 以上でしょ。I'm home. 33 nur 33 nur 33. Also dem Papa seine Art zu kaufen war, ach ja, und dann nehmen wir das auch noch mal mit, ach ja, und dann nehmen wir das auch noch mit und ach ja. Narbe てみました。今日買ったの。ということで、いろいろ買いましたね。すごいよ。ちなみにレナの分は3本、タカの分は30本。じゃあ俺だけじゃないよ。パパと俺の分が30本。だから絶対飲みきれないんで。だよね。いや、あの10日間がいるでしょ。まあ1日3本、朝昼夜。1日その毎食1本ずつ飲んだらなくなるね。きついかもしれない、ね。そういう感じです。無理かもしれない。すごいよ。でも33本買ってトータル39ユーロぐらいで、5ユーロはめっちゃ安い。瓶を返すと戻ってくるから。34ユーロぐらいだから本当に1本1ユーロだ。めちゃめちゃ安いドイツね。めっちゃ安いね。だからドイツ人はビールをいっぱい飲むんだろうね。でもそんなに飲まないよ意外と。いや飲むイメージがあるよ、まあ、日本人には。さっきの店員さんはいっぱい飲むだろう。こうやってビールっ腹がすごかったよ。絶対あの人1日4本ぐらい飲んでるよ。ちょっと別の動画で飲み比べみたいなのもしてみたいと思いますので、そうだね、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ、バイバーイ。